デュエルディスクセット。僕のターン。ドロー。僕はダイオイドを召喚。守備表示。カードを2枚つけてターンエンド。僕のターン。ドロー。僕は手札からフォーパーツモアイキャリアを特殊召喚。このカードは自分フィールドにモンスターがいないとき特殊召喚できる。続いてフォーパーツウィングススフィンクスを特殊召喚。このモンスターは自分フィールドにフォーパーツモンスターがいるとき特殊召喚できる。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。ヘクシーズ召喚。現れたナンバーズ33フォーパーツ超兵器マッシュマック。僕は手札から永続魔法フォーパーツピラミッドアイタブレットを発動。このカードは自分フィールドのフォーパーツモンスターの攻撃力を800ポイントアップする。この瞬間マッシュマックの効果発動。マッシュマックはモンスターの攻撃力が変化したとき1ターンに1度オーバーレイユニットを1つ使い、その変化した攻撃力分だけ相手プレイヤーにダメージを与える。よって800ポイントのダメージだ。インフィニティキャノン。攻撃ブリルの火。そのバトルでモンスターは破壊されない。速攻魔法石の心臓を発動。このカードはオーパーツモンスターがバトルで相手のモンスターを破壊できなかったとき、そのモンスターにもう一度攻撃ができる。ブリルの火。直接攻撃できる。そしてダメージ計算後守備表示に変更できる。何？サブマリンロイドでダイレクトアタック。ディープデスインパクト。そしてもう一つのモンスター効果、攻撃終了後守備表示にする。ターンエンド。僕のターン。ドロー。僕は手札からマジックカードパレンケの石棺を発動。このカードはフィールド上にオーパーツと名の付くカードがあるときデッキからカードを2枚ドローすることができる。僕はオーパーツマヤンマシーンを召喚。永続魔法オリハルコンチェーンを発動。このカードが自分フィールドにあるとき次に召喚するモンスターエクシーズのエクシーズ素材を1つ減らすことができる。でもオリハルコンチェーンにはリスクがある。このカードが破壊されたときこの効果でエクシーズ召喚したモンスターのコントロールは相手に移る。エクシーズ召喚。現れろオーパーツクリスタルエイリアン。自分フィールドのオーパーツモンスターの攻撃力を800ポイントアップする。この瞬間マッシュマックの効果発動。1ターンに1度オーバーレイユニットを1つ使い、その変化した攻撃力分だけ相手プレイヤーにダメージを与える。インフィニティキャノン。リバースカードオープン。サイクロン。このカードはフィールド上のマジックまたはトラップカードを1枚破壊する。
デッキからカードを墓地に送り、ダメージをゼロにする。僕はこれでターンエンド。僕のターン、ドロー。強欲な壺を発動。カードを2枚ドロー。さらにマジックカードサイバーダークインパクトを発動。墓地のサイバーダークホーンエッジヒールをデッキに戻し、外国竜サイバーダークドラゴンを融合召喚する。サイバーダークドラゴンは自分の墓地に存在するドラゴン族モンスター1体を選択して装備し、その攻撃力分だけ攻撃力をアップする。なんだって。ドラゴンロイドは墓地でドラゴン族となる。それだけじゃない。サイバーダークドラゴンの効果はまだ続く。墓地のモンスター1体につき100ポイント攻撃力がアップする。サブマリンロイドの攻撃表示に変更。サブマリンロイドでダイレクトアタック、ディープデスインパクト。そしてもう一つのモンスター効果、攻撃終了後守備表示にする。ブルーダークネスバースト。手札からマジックカードリムーブボムを発動。デッキのカードを上から5枚除外する。そのカードの中にモンスターカードがあれば1枚につき300ポイント相手にダメージを与える。よって900ポイントのダメージを受けてもらう。カードを1枚伏せてターンエンドだ。僕のターン、ドロー。僕はマジックカードオーパーツテクノロジーを発動。このカードは自分の墓地にあるオーパーツモンスターを除外し、デッキからカードを2枚ドローして1枚を墓地に送る。そして僕は通常魔法を発動したこのターン、このモンスターを手札から特殊召喚できる。現れろオーパーツモンスター、アステカマスクゴーレム。僕はマシュマックリリースして、オーパーツモンスターソルモノリスをアドバンス召喚。ソルモノリスの召喚に成功した時、フィールド上にいる他のモンスターのレベルを6に変更できる。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。ピクシーズ召喚、現れるナンバーズ6。オーパーツアトランタル。アトランタルは召喚した時墓地のナンバーズ1体を装備し、その攻撃力分だけ攻撃力がアップする。まさか。さらに永続魔法ピラミッドアイタブレットの効果でオーパーツモンスターの攻撃力は800ポイントアップする。アトランタルの効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、相手のライフポイントを半分にする。トリハルコンゲート。僕が受けた攻撃はそのままお返しだ。
オーパーツモンスターコロッサルヘッドの効果を発動。墓地からこのカードを除外することで自分フィールドにいる攻撃表示モンスターを守備表示にできる。僕はカードを1枚伏せてターンエンド。僕のターン、ドロー。僕はエクスプレスロイドを召喚。エクスプレスロイドが召喚された時、墓地から機械族モンスターを2枚手札に加える。そしてパワーボンドを発動。このカードは機械族専用の融合魔法。手札のドリルロイド、場のサブマリンロイドとスチームロイドを墓地へ送り、スーパービークロイド、ジャンボドリルを特殊召喚。さらにパワーボンドの効果発動。特殊召喚された融合モンスターの攻撃力は2倍になる。バカな。ジャンボドリルのモンスター効果。ジャンボドリルが守備モンスターを攻撃したとき、攻撃力が守備力を上回っていれば貫通ダメージを与える。永続トラップ発動。ストーンヘンジシールド。このカードは相手フィールドにいる元々の攻撃力3000以上のモンスター1体の攻撃を無効にし、さらにその攻撃力をゼロにしてモンスター効果を無効にする。パワーボンドを発動した者は特殊召喚したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを受ける。